愛しているよ、みゆき。私もよ、アキラさん。そして熱い誓いのキスを交わした私たち。結婚式は盛大に開かれ、たくさんの人から祝福してもらった。私は今幸せの絶頂にいる、そんな気分だった。夫と出会ったのは友人の結婚式の時。二次会でのゲーム大会で同じ班になり、連絡先を交換して、それから二人で会うようになった。そのうち気づいたら交際が始まり、今まさに結婚を迎えたのである。夫は見た目は草食系なのだが、とても優しくて紳士的で、今まで私が付き合ってきたタイプとは違った。過去に私が付き合ってきた男は自分勝手で、どちらかというと野生的な男って感じの人が多かった。私も年を取ったのかもしれない。今は夫のように私の歩幅に合わせてくれるような男性が心地いい。また夫は中小企業のサラリーマンをしており、とても堅実な人だ。いつも遅くまで一生懸命仕事をしている。これまた過去の話になるが、今まで私が付き合ってきた男はテレビ局のプロデューサーとかモデルとか、ギラギラした感じの人が多かった。私は現在30歳で普通の OL をしているのだが、一時期読者モデルをやっていたことがあり、芸能関係の人と知り合うこともあったのだ。夫との結婚の決め手は、夫がデートの時に連れて行ってくれるお店だった。大体の男性は見栄を張ってちょっと高いお店とか有名なレストランとかを予約してデートに誘ってくるのだが、夫は店内はちょっと汚いけど隠れた名店や地元民に愛されている老舗だとか、そういった店に連れてってくれた。それが私にとっては新鮮で、この人となら一緒にいて新しいことにどんどん触れることができそうだと思って結婚を決めたのだ。付き合ってまだ1年経ってないほどだが、この直感は間違ってはいないと思っている。結婚式では友人たちから、まさかあんたがああいうタイプと結婚するとは思わなかったと口々に言われた。結婚式を終えて私たちはすぐに新婚旅行へと飛び立った。旅行先は私が前々から行きたかったスペイン。ワクワクして子供みたいに前日の夜から眠れなかった。スペインのバルセロナに着くと、真っ先にサグラダ・ファミリアに行った。建物の外観はもちろんのこと、聖堂内の美しさに圧倒された。ステンドグラスから差し込む光が神秘的でうっとりとした。何時間でもいたい、そう思える場所だった。そして何といってもスペインは料理が美味しかった。本場のパエリアにアヒージョ、大きな塊からスライスしてもらう生ハムのハモンセラーノなんかはワインと一緒に食べると最高。途中夫の希望で見に行ったクラブチームのサッカーの試合も、素人ながらにレベルの高いことが分かり、かなり熱中した。私たちが座った席はバルセロナのチームの応援席で、見事勝利した時は周りにいたスペイン人と乾杯しながら喜びを分かち合った。スペインには3泊する予定なのだが、初日から大満足でとても楽しい思い出ができた。2日目はマドリードに行き、美術館巡りなどをした。私たち夫婦は2人とも絵画が好きなので、こういうデートもいい。夫はふざけてこの絵買おうかななんて言っていた。夫といるととても落ち着く、なんというかゆったりした時間が流れるのだ。ああ幸せってこういうことなんだなとかみしめながら新婚旅行を楽しんだ。2日目も楽しかったなと思い、ホテルで一休みしているといきなりスマホが鳴った。画面を見ると幼なじみの勇気から LINE で電話が来ていた。もしもし、どうしたの？
あーやっと出た。お前昨日からスマホ電源切ってたろ。あ、ごめんごめん、看護に集中したくて。それよりスペイン最高だよ。お気に入りのデジタル一眼カメラで何枚も写真撮っちゃった。そりゃよかった。ってそんなことよりだな、アキラさんは近くにいるのか。え、どうして。今アキラさんならシャワー浴びてるけど。よし、それならそのままでいい。ユキ。いいかミユキ、よく聞けよ。お前の夫は借金をしている。そしておそらくギャンブル依存症だ。え、私は幼馴染がいきなりとんでもないことを言い出したので頭が真っ白になった。どういうこと。俺見たんだ、アキラさんが消費者金融から出てくるところを。そして気になって1週間ほど尾行したんだが、毎日仕事後にパチンコに通っている。1週間毎日だぞ。消費者金融へはそのうち3回ほど出入りしていた。そんな。幼なじみとは実家が隣同士で、小中高と一緒の学校に通った。彼は私に変な嘘をつくことはない。また幼なじみは実は探偵業をしている。だから言うならばプロが調査した結果でもあるのだ。私はショックだった。まさか夫が私に隠し事をしていたなんて。借金っていくらぐらいあるのかな。さあな、そこまでは探偵でも法律的に調べてはいけない。だがギャンブルに依存していることを考えると相当な額だろう。みゆき、お前まだ婚姻届出してなかったよな。悪いことは言わない。新婚旅行から帰ったらすぐに別れろ。絶対婚姻届は出すな。そんな、私いきなり別れを切り出す自信ないよ。それにアキラさん論理的というかリズムで話してくる時があるから、私言いくるめられちゃうかも。わかった。じゃあ新婚旅行が終わったらアキラさんには適当な理由つけて一人で実家に帰ってこい。そこで両親にも話して協力を頼もう。俺もその時はお前の実家に行くから。うん、わかった。あ、アキラさんシャワーから上がったからまたね。私は慌てて電話を切った。あれ、なんか話し声聞こえたけど誰かと電話してた。あ、うん、お母さん、新婚旅行はどうだって電話してきたから、すごい楽しいよって返事した。そっか、お母さんたちのお土産買わないとな。そうだね。あ、そうだ、明日思い切ってフランスまで行くか。え、あれ、あまり乗り気じゃない。いいね、パリに行きたい。じゃあそうしよう。明日早く出るためにももう寝よっか。うん、そうだね。明かりを消してダブルベッドに夫と入るが、私は当然のことながらなかなか寝つけなかった。夫に対する不信感と、無事一人で実家に帰れるだろうかという不安感だけが募っていった。結局一睡もできなかった。せっかくのフランスの旅行も夫のことが気になり全く楽しめなかった。どうしたの、元気なくない。え、ううん、そんなことないよ。夫はちょっとした変化にも敏感に気づくタイプだ。こんな時に紳士的な部分が厄介になるとは思わなかった。何とか作り払いを重ねたり、わざと大げさに喜んだりして無理やりその場をごまかした。夫はたまに私の反応にいぶかしんでもいたが、特に何も言ってこなかった。そしてやっとホテルに戻り、3日目が終了。夫に心の内を悟られないようにするのに必死だったのと、前日一睡もできなかったのも相まって、その日は早い時間からぐっすり眠れた。そのことがかえってよかったようで、朝起きた時に夫から、なんか元気ないと思ったけど疲れてただけなんだね、ものすごく心地よさそうに眠ってたよと言われた。そして私たちは飛行機に乗り日本に帰国。
ここでしっかりと夫と別行動を取らなければと心臓がバクバクした。すると成田空港に着いた時、夫が驚きの発言をした。あのさ、今から婚姻届を出しに行かない？え？なんか今行くのが一番いいタイミングだと思うんだよね。今が一番バッドタイミングだよ。そうかな。新婚旅行楽しかったし、この幸せな気分のまま婚姻届出して正式な夫婦になろうよ。ダメ？いや、ダメというか、私この後実家に用事があって。何？急ぎなの？婚姻届出してからでもいいんじゃない？いや、考えろ、私、考えろ。いや、やっぱり今日婚姻届出しに行くのは嫌かな。どうして？あさってさ、私たち付き合い始めてちょうど1年の記念日じゃない？私、その日に婚姻届出したいなーって思ってて。夫は少し考える顔をした後、確かにそうだな、その方が記念って感じがしていいね、と言って賛成してくれた。あ、じゃあ私一旦実家戻るから、アキラさんまた後でね。うん、またね。そう言って私たちは別々の方へと歩き出した。よかった、なんとか切り抜けられた。私は急いでタクシーを拾い、実家へと帰った。実家に着くと両親が出迎えてくれた。しかし二人とも顔がこわばっている。後ろから幼なじみが顔を出した。どうやら両親は事前に幼なじみから話を聞いたようだ。私は幼なじみが夫を尾行した際に撮ったという写真を見せてもらった。そこにはバッチリと消費者金融やパチンコから出てくる夫の姿があった。そんな。私は最後までこれが幼なじみの勘違いであってほしいと思っていたが、写真に写った男は紛れもなく夫だった。両親はこんな男とは今すぐ別れろと憤慨していた。私は夫と別れる覚悟を決めた。そして夫を実家に呼び出した。1時間後、夫は私の実家に飛んできた。どうしたの？話って。それに結城さんもいるし。私は両親と幼馴染が見守る中、一度深呼吸をしてから口を開いた。単刀直入に言うわ、アキラさん、私と別れてほしいの。夫は最初何かのドッキリか何かかと思い、何これと苦笑いしていたが、私が全く笑っていないことに気づき、真剣な顔になった。どういうこと？いきなり離婚って。あなた借金してるでしょ。夫の顔がこわばったのが分かった。借金？何のことかな。とぼけないで、これが証拠の写真よ。そう言って私は幼なじみが撮った写真を見せた。これはどう？言い逃れできないわよ。すると夫はなんだと言って笑い出した。これはね、借金を返済し終えた時のやつですよ。いやね、友人の保証人になって、その友人が蒸発しちゃって、それで代わりに少しずつ僕が借金を返済してたの。そうなの？じゃあこっちの写真は？パチンコにしょっちゅう出入りしてるのはギャンブル依存症じゃないの？確かにパチンコは好きでよく行ってるけど、借金まではやってないよ。ただの趣味。それに借金どころか勝ってる時の方が多いよ。私はだんだん夫の言葉を信用し始めていた。なんだ、やっぱり夫は真面目でいい人だ。
幼馴染が早とちりしただけだ。私の両親も夫の言葉に安心したのか、表情が和らいでいた。すると幼馴染が、ちょっといいですかと言って、カバンから封筒を取り出した。まだ何かあるんですか？夫はさすがに腹が立ったようで、イライラした様子でそう言った。私も幼馴染に、もういいよ勇気と言おうとしたとき、幼馴染は封筒の中から写真を数枚私たちの前に出した。これって、アキラさんのご両親ですよね。なんとそこには、消費者金融から出てくる夫の両親の姿があった。しかもどの写真も違う消費者金融だった。ご両親、複数の消費者金融から出てきているんですが、これってあらゆるところからお金借りてるってことじゃないですか？夫の顔が青ざめる。いや、これはその、返済がちょうど。もうその言い訳は通用しなかった。私の中で一度鎮火した夫への怒りが、さらに強いものとなって吹き出してきた。アキラさん、どういうこと？本当のこと言って。あなたたち一家は借金をしてるの？すると夫は観念したようにうつむきながら、うん、と白状した。信じられない。どうして黙ってたの？絶対破談になるって思ってたから。確かに借金はショックだし、結婚も戸惑ってしまうけど、それよりも隠し事をしていた方が私は悲しいよ。ごめん。本当にごめん。本当にみゆきのことを愛していたから言い出せなくて。アキラさん。そんな時、幼馴染がちょっといいですかと言って再度口を挟んだ。それ嘘ですよね。あなた本当はみゆきの家の資産目当てで近づいたでしょう。みなが驚きながら幼馴染を見る。そんなわけないじゃないですか。何を根拠に。僕は真剣にみゆきさんとお付き合いをして結婚までしたんですよ。いや、今回いろいろと調査したら、あなたの元婚約者の方と接触することができまして。その方はある日、あなたがご両親と電話で婚約者側の資産が手に入れば借金はすぐに返せるって話してたのを聞いたらしいんですよ。それでその方は直前で結婚を取りやめたんだとか。え？元婚約者？そんな話私一度も聞いたことないわよ。それは。また元婚約者さんはその時あなたが1000万円も借金してることを知ったそうです。え？ 1000 万？今はあれから月日が経ってるからもっと借金が増えてるかもしれないですね。アキラさん、いい加減諦めてください。もう言い逃れはできませんよ。あなたはお金目当てでみゆきに近づいた。そうでしょ？夫は観念してうなだれていた。最低。一度でもあなたを愛した私がバカだったわ。もう二度と私の前に現れないで。消えてちょうだい。そして私は夫を追い出した。いや、正式には夫ではないな。とにかく婚姻届を出す前で本当によかった。ちなみにアキラについてだが、あちこちからお金を借りては別のところに返済をするということを繰り返した結果、どこからもお金を借りれなくなり、とうとう取り立ての電話が会社にまで来てしまい、懲戒解雇になったらしい。多額の借金をしている上に仕事まで失うとは、ざまあ見ろって感じ。またこの前たまたま木実家の前を車で通ったら表札の名前が変わっていた。おそらく家を売って姿をくらましたのだろう。これから彼らは借金の取り立てに怯えながら毎日を過ごすのだ。本当いい気味だと思う。一方、私はこの前幼馴染からいきなりプロポーズされた。最初はびっくりしたが、私もどこかで幼馴染に恋心を抱いていたようで、どんどん好きになっていった。少しの交際期間を経て私たちは結婚。今は子供も生まれて
家族3人仲良く幸せな日々を過ごしている。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。